クレバーな斉藤選手とのコンビが結構もう定着してきたなと思うんですけども、康介君とは日頃からプレー面でもお話しすることもありますし、ピッチ外でもいろんな話をするので、コミュニケーションがうまく取れてるからこそ、今こうやって一緒にボランチとして仕事できてるのかなと思います、ね、ちなみにコーとシュどっちが得意ですか？それはもうシュの方が得意ですね。けどやっぱり攻撃の方が好きなんで、やっぱりそこでの良さっていうのをもちろんもっと出していきたいなと思います。前回対戦の時に目に涙をためるようなシーンとかもありましたけども、あんだけ悔しい思いをしたのはやっぱりプロ入って初めてだったですし、自分の力のなさっていうのも痛感しましたし、そこに対するアプローチっていうのは常にしてきたつもりなので、絶対リベンジしてやるぞっていう気持ちで臨みたいです、空中戦の勝率っていうのはやっぱり 100% を求めていきたいですし、やっぱりハイプレスで来る中で、自分が起点となってビルドアップの中心となって攻守ともに中盤を制圧するぐらいの気持ちで戦いたいと思います。あとは2024年は新しく何かを始めたいって書いてましたけども、何か始めたことってありますか？やっぱりサッカー選手で活躍していく上でやっぱりメンタルがすごい重要だなっていうことに気づいて、メンタルトレーニングっていうのを新しく始めまして、あとは個人分析っていうのをつけましたね。第三者の目線で、自分の立ち位置だったりとかボールの浮き方っていうのを見てもらうっていう人を新しくつけました、ね、それがもう今の新しいニュー綱島優斗につながっているってことですか？そうですね、それが自分自身を成長させてくれたと思いますし、まだまだ成長の過程に多分自分いるので、そこに対してもサポートしてもらってるって感じですね。いやもうすごくいいインタビューです、ね、うわー俺マジ苦手なやつよね。いやそんなことないですけど、そこら辺も自己分析でじゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。